3, 2, 1, GO! 両手を胸の前で重ねます。顎を引いて吸いながら顔を右、吐いて下、吸って左、吐いて下、吸って右、吐いて。頭の先をちょっと後ろに倒していきます。吸って、吐いて、吸って。首の斜め前が伸びる感じ。そう、吐いて、吸って、吐いて、吸って。授乳とかね、結構首にくるみたいですね。吐いて、吸って。育児中にたまったコリ取ります。吐いて、OK、顔を起こしましょう。はい、両手を腰に当てます。吸って、吐いて、胸を右にねじります。吸って、正面、吐いて、吸って、吐いて、胸の中心からねじる。吸って吐いて、吸って吐いて。腰椎はあんまり動かしすぎずに、吸って吐いて。胸椎で動かすイメージです。吸って、吐いて、胸椎の動きが良くなる。吸って、吐いて。はい、OK、正面にゆっくり戻ってきます。今度は牛の顔のポーズをやります。はい、右手が上の、左手が下、タッチできたらタッチ。反対いきます。くるっと回して、吸って、吐いて、吸って、吐いて。 できれば体を左右にね倒しながら行きます。さあ、左へ、吸って、吐いて。下ろしてる手の方に体を倒す。吸って、吐いて。その体側も一緒にストレッチ。吐いて、背中丸める。吸って、反らす。吐いて、丸める。吸って、吐いて、吸って。背骨の動きを意識して、吐いて、だんだん大きく吸って、吐いて、吸って、吐いて。背骨叩く。吸って、吐きながらまっすぐに戻ります。次、ダウンドッグです。つま先を立て、お尻をかかとに下ろし、両手を前に伸ばします。吸って、吐いて、お尻を高く上げ、ダウンドッグ。膝を交互に曲げ伸ばしします。右膝を曲げて、左膝を曲げ、吸って、
足幅です。吸ってお尻を上げる、吐いて下ろす、吸って上げる、吐いて下ろす、吸って膝ぐるっていかないで、吐いて腰幅のまま、吸って地骨を高く、吐いて足の裏で床を押す、はい、吸って吐いて、吸ってラスト、吐いて下ろします。現在大人気のチャンネルメンバーシップ、気になっている方はこちらを見てね。気になっている人ね、次のおすすめ動画も見てね。チャンネルメンバーシップにも参加しよう。